1> 第1回全国代表大会の会場となった、九里館、春拓中国共産党全国代表大会は、中国共産党の最高機関。中華人民共和国の政治は、中国共産党が指導するため、事実上中国の最高指導機関でもある。略称は、中共党大会あるいは、党大会。この大会で決められることは、 重大問題の討論と決議、党規約の修正、中央委員会、中央規律検査委員会メンバーの選挙である。中共党大会は5年に1回、1週間ほど開催される。規則上は、中央委員会あるいは、小級党委員会の3分の1以上の要求があれば5年よりも早く開催され、また、非常事態を除いては延期は禁止されている。 ただし、毛沢東の死後から現在までは、5年ごとに定期的に行われている。中央委員会の委員と候補委員は、中共党大会で選挙される。委員や候補委員になるには5年以上の党歴が必要である。委員に欠員が出ると、候補委員から得票の多い順に補填される。委員に立候補するためには、党組織の推薦が必要である。 推薦されたものが多い場合には、予備選挙を行うこともある。中共党大会と中共党大会の間の5年間は、中央委員会が権限を持つ。中央委員会は、中共党大会と同じ番号で呼ばれる。例えば、中国共産党第17次全国代表大会で選ばれた、中央委員会は、第17届中央委員会と呼ばれる。毎年最低1度。 中央委員会全体会議が開催される。中前会の番号は、中共党大会直後第一次として数える。例えば17大直後に開かれた中前会は、第17届中央委員会第一次、全体会議と呼ばれる。中国共産党全国代表大会は、党の最高機関であり、国家の最高機関である全国人民、代表大会とは別物である。 全人代は共産党員でなくとも選ばれることがあるが、中共党大会よりも権限が小さく、中国共産党の提案を否決することはない。2008年現在、中国のナンバー1は党機関トップの党総書記、ナンバー2は国家機関トップの全人代常務委員長、ナンバー3は行政機関トップの国務院総理と見られている。一方、 中国共産党地方各級代表大会、略称、小党大会とそこで選挙される委員会は地方の指導機関である。各級委員会の選挙は無記名で行われる。各級委員会は実施した政策を所属する地方各級大会に報告する義務を負う。省、自治区、直轄市、地球市、自治州の委員会は任期5年で委員と 委員候補には5年以上の登歴が必要である。県、旗、自治県、研究士の委員会は、任期5年で、委員と委員候補には3年以上の登歴が必要である。ただし、地方各級大会は、必ずしも定期には行われないため、委員会の任期もまちまちである。中国共産党地方各級委員会全体会議は、年に少なくとも2度開かれる。 地方各級委員会は、上級党組織の指示あるいは、地方各級大会の決議事項を実施し、地方の政策を指導し、上級の党委員会にその成果を報告する義務を負う。党の地方各級委員会全体会議は、常務委員会、初期、副初期を選挙し、その結果を上級の党委員会に報告する。中国共産党の組織原則は、 民主集中制であり、各党員は党組織に服従し、少数派は多数派に服従し、下級組織は上級組織に服従し、党の各組織と党員は、党全国代表大会と中央委員会に服従する義務を負う。もし上級組織の指示が下級組織の実情に合わない場合は、指示の訂正を要求することができる。 もっとも、上級組織が指示を変えない場合には、下級組織は、その指示に従わなければならず、不満を表明することも許されない。ただし、上級組織の再決定に納得できない場合には、さらに上の組織に報告することができる。下級組織が、新しい組織を設けたり、組織を廃止したりする場合には、上級組織の承諾が必要である。ただし、 全国に影響する重大な政策問題に関しては、党中央のみに決定権がある。1921年、第1回全国代表大会1922年、第2回全国代表大会1923年、第3回全国代表大会1925年、第4回全国代表大会1927年。 第5回全国代表大会1928年、第6回全国代表大会1945年、第7回全国代表大会1956年、第8回全国代表大会1969年、第9回全国代表大会1973年、 第10回全国代表大会1977年、第11回全国代表大会1982年、第12回全国代表大会。1987年、第13回全国代表大会1992年、第14回全国代表大会1997年、第15回全国代表大会2002年。 第16回全国代表大会2007年、第17回全国代表大会2012年、第18回全国代表大会2017年、第19回全国代表大会例えば、日本経済新聞社日経ナビ2008ニュースメール2006年10月13日2008年2月16日、閲覧。ありがとうございます。